今日のゲストです。突然ですが、アコーディオン、アコーディオンはアコーディオンにしとっては、アコーディオン弾き。何でもいい。小林リノ。イエーイ。皆さん、大きな拍手を。リノさん、素敵でしょ。リノさんはね、我々は前にリノさんを知っていて、リノさんとやれたらいいんだなにって。言っていた時にですね、たまたま別のライブで1回顔を拝見して、その翌日にもちょっと同じお店で会って、でも僕はこれセッションじゃなくて意見がすみたいな聞き鳴らしてやってもらって、トントントンとずっとやって現在に至る。そうなんですよ、これもまたすごい縁だなと私は思っていてですね、本当に最近ですよね、知り合ったのが1ヶ月前ぐらいです。うん、にとあるお店で私が遊びに行ったら、そこでリナさんが飛び入りライブをやられていて、で、あ、すごいなと思って、アコーディオンってなかなか見る機会ってあんまないじゃないですか。すごい素晴らしい音色だなと思って、で、その時はあったんですけれども、ちょっと挨拶をしたぐらいで、で、その翌日ですよね。翌日は私が好きなアーティストがいて、その人のライブを見に行くって言って一人で見に行きました。そしたら、ライブの後半ぐらいかな、ドアを開けて入ってきた方がまたリナさんだったわけですよ。行くとかそういうことは言ってないんですけれども、あったあった、入ってる。もうこれは勝手に私たちと一緒にやれという言ってるんじゃないかと、神様が言ってるんじゃないかと勝手に思ってですね、リナさんに一緒にやりませんかと勇気をちょっと振り絞ってね、そうお願いしたら、そう心よく引き受けてくださいました。イエス三つ返事で、はい、イエス、はい、ごめんなさい。すみません。元カチンバのピアニストをされていた方です。今本当にソロでね、はい、活躍されて、あらゆるところで多分この顔を見る機会たくさんあると思うんですけど、ね、はい、今日はたっぷりではないんですが、残念ながらちょっとね、ね、ちょっといくつか絡んでいただきたい。よろしくお願いします。はい、じゃあここでちょっとステージ。そうですね、はい。まず皆さんアコーディオンの音色を聞きたいなと思っていらっしゃると思いますので、ちょっと私たちは履けて皆さん一人のステージを楽しんでいただきましょうか。忘れてる。上？上ですか？上に楽譜を出した。大丈夫です。もう出して。さすがですよ。大丈夫です。オッケー。皆さんに乗っかって演奏させていただこうと思います。はいはい、お願いします。じゃあどうぞ。まずは。はい。いらっしゃいませ。そしてこんばんは、アコーディオンプレイヤーの小林里奈です。今日は、ギター、ボイス&ギターデュオ長子さんのライブということで、呼んでいただいてありがとうございます。ゲストということで、まずは1曲だけ私一人で演奏させていただこうと思います。友達いないから一人ぼっちでちょっとまずは演奏したいと思います。聴いてください。オホスネグロスといってロシアの民謡をちょっと演奏したいと思います。
しみよ。皆さんもう一度大きな拍手を小林にさいやめちゃめちゃ素敵ですよね、このアコーディオンの音色って。なんていうか哀愁があるっていうんですか、なんだろう、すごく懐かしい感じにもなりますし、私この間一緒にアコーディオンとリハをやらせていただいたんですけど、こう私がいて後ろにリナさんがいて、この後ろから音が来る感じで歌っていたんですけれども、なんだろう、この音に背中を押されるような、なんとも言えない気分になりました。なんかすごいなと思って、この後ろから音がビンビンと背中に伝わってくるというか、素晴らしいなと思いました。またこれ皆さんならではだからなのかもしれないですけども、じゃあ今度は3人でやってみようかな、はい、結構飲みました、最近禁酒してて大丈夫、結構な酒豪さんみたいなんですよよし、ちょっとじゃあ3人で一緒にやりたい、jumping and I caught on meeting high.
しまい口を切り上げたわけなんだ So much baby Don't you cry Don't you cry
とか日が飛び down couches needing this I'm telling you can feel your disease ちょっと食べすぎちゃった。